演武開演。どうも、本日は セブンイレブンの唐揚げ牛竜田を食べたいと思います。先日の竜田揚げに比べるとちょっと衣の色が白い気がしますね。ではいただきます。この前の竜田揚げよりこっちの方が好きかもしれません。せっかくのこだわりもう少し感じたいです。竜田と比べるとサクッとした音があって、こちらの方がより揚げ物を食べているという気持ちになりましたね。それでも衣の主張は控えめで、お肉の旨味がしっかり感じられてとっても美味しかったです。というわけでこちらの点数させていただきました。どちらの竜田がいいかはお好みに分かれそうですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。